ください。一回流します。はい。じゃあ始めていきます。はい、お願いします。よろしくお願いします。いきます。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、先週収録予定だったんですけど、はい、土曜日に溶連菌性なんだっけ、咽頭炎になっちゃいまして、熱は出なかったんですけど、まあ、すんごい鼻声と咳と、なんだ？なんだ？何があったかな？一応、とりあえず、すごかったので、収録を急遽お休みしました。いや、今、お疲れなんだと思います。かなかなお疲れモードなのかな、私。はい、まあ、なんせね、今日も今日とて、あれだったからな、朝からずっと仕事からの病院受診からのって続いてたんで、今でもちょっと鼻声なんではあるんですけど、はい、でもまあなんとか元気になったのでおかえりなさいませ。では番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sach@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウント FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてポスってくださいねということで、先々週と、ジブリに行ったので、今回もジブリで、井上あずみで散歩です。どうぞ。ああ、運動したい。運動したい？なぜ？なぜ？なんなら走りたいです。なぜ？なぜに走りたい？歩くより走りたいです。なぜに？なぜに？いやー、今陸上が熱くて。あー。今年オリンピックですからね。やってるね、そういえばね。私もテレビで昨日だったかな、ちょこっと見てましたね。はい、いいね、日本人が意外と結構強いでは、強くなってきてるのかな？強くなってきてますね。まあ、だから、この日曜日の大会って、まあ日本の大会ではあるんですけど、はいはいはい、外国の有力選手も何人か参戦してるような、あ、そうなのね。大会だったんで、そんな中決勝でもう全然日本人が優勝とかバンバン出てたんで、すごいレベル上がってるなって思いましたね。なんだっけ、やり投げとか。はいはい。結構なんか強いイメージは。やり投げはるかちゃん。うん。可愛らしいですよね、しかも。なんか、仕草が。なんか今時の女の子って感じの。はい。いや、感じだったかな。投てきの選手結構可愛らしいことが結構いるよね。本当に。びっくりするぐらい。あ、ヤンポーさん来ましたね。はい、一個上の先輩で、中小業にいた、方が、投てきの、先輩だったんですけど、うんうん。キャンクーっていつも来てくれる。そうなんだ、
あ、どうも。めっちゃチャーミングな先輩でした。ええー、いいな。最初どの曲にしようかちょっと迷ってて、けどなんかジブリで攻めようと思って今日は。いいですね。そう、たまにはねジブリでもいいかなと。ではもう少しで。はい、では間もなくマイクあげます。はい、お聞きいただいたのは井上あずみで散歩でした。では、早速今週のテーマに行きたいと思います。大丈夫ですか？はい、お願いします。今週のテーマは、飼ってみたいペットです。本当は先週やる予定だったんですけど、ちょっと今週に持ち込みということで、そのテーマにいたしました。まあ、っていうのも、もともと収録日の5月13日かな？は、愛犬の日だったっていうのもあって、はい、で、愛鳥週間もちょうどその時に入ってたのかな？確か。なので、タイミングよくって思ったら、私がまあ、まさかのね、なっちゃうなんてね、ってね。日曜日、先々週の日曜日に来た DM が来てますので、紹介したいと思います。お願いします。テーマ、飼ってみたいペット。サッチー、キャンチー、こんばんちー。こんばんちー。して、飼ってみたいペットヤシが、ねえらん。俺の家に、野良犬や野良猫、山獅子、イノシシのことかな。マングース等が集まってくるから、俺はペット飼っているつもりでいる。ヤシがて、ヤンバルクイナはいないかな。飼ってみたいペットなら、ヤンバルクイナ、だなぁ。ところで、ヤンバルクイナって飼えるのか？天然記念物ヤシがヤンバルクイナ飼ってもいいよねぇ、と来てます。いや、ヤンバルクイナ飼っちゃダメでしょ。逮捕されますよ。逮捕されちゃう。まあ、確かネズミ、ネズミじゃない、メジロ。はい。メジロも飼っちゃダメ。まあ、だったんじゃないですか、鳥はほぼダメだって考えた方がいいです。鳥獣保護法があるので。あは。世界的に、鳥っていうのは渡り鳥が多いので、はいはいはい。世界的に保護しましょうって条約がありまして、うん、基本的には、ペットショップで売ってるもの以外は買えないって考えといた方がいいですよ。らしいですよ、ヤンポーさん。キャスが来てますので、紹介したいと思います。お願いします。カートボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばんは、ワン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 。ワン！そろそろ梅雨入るかな？さすがに、一瞬だ、だもの、水が回復したけど、今どうなってるんだろう、して、ハイボール飲みながら、なんだ？うん、なんとか。ハイボール飲みたい、私も。久しぶりに。飲もうと思ったお酒を、まだ冷蔵庫から出してません。沖縄大好きさん、こんばんサッチー。こんばんサッチー。ヤンポーさん、サッチー、キャンチー、こんばんちー。こんばんちー。テーマ、ペットだったよね。そうそうそう。ペットでございます。カープボーイさん。飼ってみたいペットは、なんだろうな。ペット、リスザルかな？リスザル。いいね。番組の目に気がするけど、58万ぐらいするって話だったよね。ペットショップボーイズ。わお。わお、高いな、意外と。ヤンポーさんが、ヤンバルクイナだけは俺の家には来ない。そりゃ来ないでしょ。来たらびっくり仰天よ。まあ、58万もかかるペット。うん。買いに行くにはやっぱ西に行かないといけないんですかね。どーんぞ。ごーえん。ああはあ、そういうこと。ペットショップボーイズ。ああ。沖縄大好きさんが、そういえば、インスタでカラスと生活している人がいたなぁ。そうなの？そうなの？カラス？
カラスと生活やばいんじゃない？あ、でもカラスって頭いいので。頭いい、確かに。あの、飼ったらめちゃくちゃ可愛くなりそうですね。あー、なんか言うこと聞きそうだよね。はい。沖縄大好きさんが、ヤンバルクイナとメジロと友達になるのはいかがですか？って来てますよ。ヤンバルクイナ、やーは、やー、俺はヤンバルクイナ、ヤンバルモンの森へようこそ、メジロ。どうも、メジロです。はじめまして。沖縄大好き。どうも、沖縄大好きです。ヤンバルクイナ、メジロ。沖大、僕ら、友達。いやー、素敵な世界ですね。素敵だね。カーボバイさん、モモンガとか、ムササビとかも、なんか可愛い感じがするけど。ムササビね。うん。うん、ちなみに、キャンさん、飼ってみたいペットっていますか？飼ってみたいペットは、飼ってみたいですよね。はい。飼ってみたいだったら、やっぱ、爬虫類系ですかね。爬虫類。はい。どんなの？ヘビだったり。いやいやヘビとかトカゲ、私、苦手だな。餌代あんまりかからないらしいですよ。逆に、ヤールとか飼ってみたくない？あー、ヤールも、あの、お腹プニプニしてすごい気持ちいい。あの、触れた感じ。あの、木登りトカゲとかよく昔捕まえてました、ね。あー、言ったね。よく。うんうん。よく言ったね。メールが来てますので、紹介したいと思います。気まぐれネーム、沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。テーマ、飼ってみたいペット。以前は犬と猫を僕は飼っていたので、またもし飼うなら犬と猫かな。子犬、子猫とか可愛いから特に好きですって来てますね。うん。まあ、子犬とかはそうですね。子犬、子猫。子猫。猫いいけど、可愛いんだけど。ね、猫の鳴き声してる人がいるよ。あの、子猫だったら、って感じですね。うん、そんな感じだね。猫いいけど、でもね、大きくなったら言うこと聞かないっていうね。それが言うこと聞かす方法あるんですよ。なんだろう。ちゃんとしつけ者が言うこと聞きます。どんなしつけ？ちょっと放送で言うのははばかれるんですけど。はい。まあ、僕がやったわけじゃないんで。うんうん、うん。うちの母がよくやってたんですけど。うん。仏壇とか高いところ登ったら、うん。躊躇なんかパシャッ。あ、叩くっけ。はい。そしたらトラウマなんですね。ああ。登った瞬間にやるのが大事です。あはは。一番いいのは、そういったところに粘着テープを貼ってると、登らなくなるらしいです。へえ。猫ってベタっていうのが一番嫌いらしい。あ、毛がついてるんで。確かに。だからそれがトラウマになって登らなくなるっていうのはよく聞きました。なるほど。だから特性を知ってちゃんとしつけをすると、うんうん、猫も頭がいいので、うん、うちで飼ってた猫は普通にお座りと待てができました。お利口さんだね。はい。キャスの方で沖縄大好きさん、亀飼っている人もいるよねって来てますね。亀は、結構ありがちじゃないですか。うん。緑亀とかいますからね、はい。やっぱりお祭りで持って帰って。っていうのをよく聞きますからね。うんうん。前は、メダカじゃないや、金魚。はい。金魚すくいでよく、お家で、ね。金魚飼ってる人とかもいましたし。カープボーイさん、サッチーの家に猫は危険が危ないんじゃない？確かに。うん。オウムちゃんがいるから、あ、オウムちゃんじゃないんだな。インコちゃんなんだな。インコちゃんなんだな。沖縄大好きさん、ヘビ。いや、僕、ヘビだよ。キャンさん、僕は、キャン、ヒロマサだよ。ヘビ、カズマサだよ、はい。ヘビ、ところで、僕の名前はどうしよう。キャンさん、なんて読むんですか、これ。大ジャマルいや、オロチマルですか。オロチマルはどう？ヘビ、あら、いい名前じゃないか。聖ジャジュ何それあのナルトネタです。あー、なるほど。会話形式、オロチマルと予想ですね。私が飼っ
ってみたいの。今現在飼っているのは、あの、セキセイインコ飼ってるので、はい。そうだな、飼うとしたら、なんだろうな、ウサギとか。ああ、いいですね。飼ってみたいな。飼ったことあります。ああ、あるんだ。おばあちゃんが拾ってきて。あれあれ駐車場に小屋作って飼ってたことあります。あれあ、まあ、お酒も買えないことはないけど。なんか、鶏と一緒に入れられてました。なんで？みたいな。まあ、鶏も私も飼ったことあるけど、猫に結局やられたっていうね。ちっちゃい頃だけど。ずっと隣に。で、ひくひくしてました。ひくひく。エッカーポボイさん、ヘビ飼っている人って、ものすごい何匹も飼ってるよね。これは何系かなとか、みたいなやつ。昔、市役所に、行ハブ売ってる人いる。ね、どういうこと？いるから、飼育してるんじゃないかって、疑われたって話あったよね。知らん。知らない。そうなの？市役所が買い取ってた時代があるので。ああ、ハブを買い取るってこと？はい、でしょ？だからいっぱいこう、取って、いつも持ってくるから、もう、なんか、買ってるんじゃないか。増やしてるんじゃないか。ああ、なるほど。沖縄大好きさん。僕も金魚すくいで取った金魚飼ったことあるっすって来てますね。私もある。で、前の実家近くに、グッピーが結構いるところがあって、はいはい、グッピーも一時期飼ってましたね。ちっちゃい頃だけど。そういえば、僕のおばあちゃんが一時期畑やってたので、はい。水溜めてたんですよ。ドラム缶に。はいはいはい。もう、オタマジャクシから、はい。グッピーからめちゃくちゃいたんで、お手づかみでいつも取って持って帰ってました。いやでもオタマジャクシ買うのはね、あれ、カエルに育って。ゲロ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 。ゲロゲロって。すごい音がっていうか。武蔵さん来ております。サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょーい。こんばんはっしょーい。ラジオ収録、生配信お疲れ様ですと来ております。カーポボーイさん、小学生の時に熱帯魚で、まさか、これは肉食魚飼ったから、飼ってから、金魚すくいの金魚を餌だったな。いい、怖いけど。確か、あれと同じものが30円で売ってた一匹。どういう答え？あれかな？なんか、一応言い忘れ、そういう。ベタとかもなんか有名ですよね。うん、有名、有名。結構、戦う車、魚なので、はい、私ベタとかも久々になんか売ってるじゃないですか、いろいろ、はい、だからもう買いたいなと思うんですけど、さすがにって感じ。陸海空さん、車屋に来るらって前あさったんさ、猫は何匹いた？車屋がいたんですよね。車屋の車屋に。一匹。え？車屋に、車屋がいて、うん、ウディクルクラ、クラティなんで、迷わされたさ。だから猫は何匹ですよ。一匹。二匹じゃないね。陸海空さん、答えは陸海空さん、答えは答えは何匹？一匹。またこれで一生懸命打つというね。今日あれだったんですよ。陸海空さんも病院だったんですよ、実は。だから私も午前中病院行って、陸海空さんも午後かな？病院行って。多分ヘトヘトだと思うけどね。結構みんな5月体調、やっぱ崩しがちですからね。うん。受け付けてください。エッカーポボーイさん。
黒い猫が一匹だけ出てきたの、今の。あ、車や、うん。車やに、私3じゃないかなと思うんだが、さあ、答えをどうぞって来るわけないか。答え言う前に終わっちゃうわけ。ねえ、それはちょっとやばいぜ、リックがいくさん。私何回かそれ、これを言われたのを記憶にあるんだけどな。何匹だったかな、うん、ペットなぁ。ペット。一応もう自分ロスに入ってるので。なんでですか？うちで飼ってた猫が、はい。16年来たんですよ。おー、長寿だ。中3で飼い始めて、ここに勤めて1年ぐらい全然生きてたんで。おだから31ぐらいまで。飼ってたんですよ。へぇ。だから、この子が亡くなってからは、ちょっとロス入ってるので、うんうんうん、他の子買うとかっていう考えは今のところないですね。そっかそっか。もう甘えん坊だった。なんか、今日だったかな？昨日だったかな？なんか、猫ちゃんの、これ、Facebook の話なんですけど、Facebook で見たのが、なんか、子猫ちゃんなんだけど、水筒症にかかった子猫ちゃんがいて、でその子がちょっと寿命は短かったんだけど一生懸命生きてたよっていうのを Facebook でたまたま見ました。昨日だったか一昨日だったかぐらいに見ましたね。かわいいんだけどかなんかある意味かわいそうみたいな感じのなんか動画というか動画だったかなあれ。うん、あれだったな。小学生の時いろいろ飼ってましたね。犬も飼ってました。お、パグ。そうなんですね。パグも一時期飼ってて。あれは、あれだね。犬はダニすごいですね。だから最近あれですね。犬見たら飼いたいなーって思うけど、大型犬よりか小型犬飼いたい。でもうるさいって聞くからなって、まあ。手入れするの大変ですからね。うん、で、小型犬確かに結構鳴きますよね。鳴く。警戒心が強いって聞くからね。はい、犬。キャンさんが犬になった。犬と猫と猿は得意です。ああ。猿は一応でもここであるとみんな見たいと思うんで。ああ。なるほど。なるほど。はい、カープボーイさん、人間の飼っているペットの、生態無視してから危険な目に合わせる人いるよね。あ、いるね。うん、YouTube で聞いたのが自分が、何これ。ビーガンだからって猫にも、野菜ばっかりあげてから具合悪くなって、獣医に連れてって怒られたっていう話。ああ、なるほど。なるほど。そういう話もあるんだね。それはちょっと、うん、うん、って感じ。うん、勉強不足。うん、勉強不足。まあでも、私、今飼ってる赤星インコも、今4年目かな？なので、まあ、でも、2匹飼ってるうち、喧嘩しちゃって、すんごい。はい、大喧嘩して、1匹亡くなりました。そうなんですね。そう。なんでこんな大喧嘩するかねってぐらい、すんごい大喧嘩したんですよ。多分、声が狭かったっていうのもあるんでしょうね。そろそろ来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いします。来週のテーマは、梅雨です。梅雨時期に入るというのと、はい、梅雨にまつわるものなら何でも。天梅雨なり。はい。いろいろと。梅雨。梅雨にまつわる。多分今週中に梅雨入り発表されそうですね。ですね。ちょっと1週間ぐらい雨続きそう。うんうん。言えてる。来週のテーマは梅雨。そうです。沖縄大好きさん、正解。雨も滴るいい男と言いますが、僕は雨大嫌いでした。私も大嫌い。陸上って雨降っても休みないんだもん。あ、まあ確かにね。
まあ、日テレ試合の時だって雨降ったら走らないといけないよ、つって。普通に練習ですからね。まあねー。私バスケだったからそこまででもなかったけど。寒い。確かに寒い。カープボーイさんが、さすがに来週は梅雨入ってるかな、入っていなくても逆に危ないよねって来てますね。沖縄大好きさん、僕は雨に滴るいい男っつって。さらさら、あ、時間でーすか、あと1分。あと30秒。30秒。いいかな、そろそろ締めましょうかね。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーとミキサーのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。僕はサッカー部だったから雨降った時ドロンコサッカー楽しかった。ああ、そういうの楽しそうですね。あれだったな、体育祭、中学校の体育祭が雨の日で。で、あれって2年に1回じゃないですか、体育祭とか。だから、私たちが2年の時に体育祭だったんで、午後土砂降りだったんですよ。みんなでドルビッシャー。あと、あれもありましたね。自分は、もともと、小3からスケートボード始めてたんで、はいはいはい。雨降ったらスケボーできないんですよ。滑るんじゃない？そうなんです。だから進まなくなるんで。だからもう、そういうのも相まって雨は嫌いでした。外で動けねえっていう。なるほどね。こう見えて僕は外で遊ぶのが大好きなんで、私もそうだった。みんなにゲーマーって思われたりするんですけど、あ、パソコンとか使えるんで、ね、うんうんうん、逆にね、ほぼゲームしてます。ほぼします。私も外で遊ぶばっかりだったな、ちっちゃい頃。あ、大人になってあれかな、カラオケだなんだかんだ行きまくってたけど。でも遊ぶのが外だけとか限られると何もできないんで、うんうん、今はなんかいろんなことをやるようにしますね。ゲームもちょこちょこ。触れるものは触って。でも本当にゲームだけはもうほぼしなくなりましたね。もうゲームするぐらいだったら DJ の練習する。あ、音楽作る、うんうんうん、パソコンのね、いろいろ調べ物して、うんうんうん、裏技を作る、使うとか。おいっ子もなんかやればいいのにな。ずっと家で夕方学校から帰ってきたらもうオンラインゲームばっかりやってるんですよ。それもそれで楽しいですけどね。うちの妹もずっとファイナルファンタジーしてるんです。わお。カップボーイさん、昔ゲームセンターの端っこにレーザージュークボックスのカラオケがあって、大きさがだいたい電話ボックス3個分ぐらい。わお。大きさでちっちゃくても、ゲームに座る椅子もマイクもあるんだったなって。そんなでっかいの？ゲーセンにしかも。やばいね。あ、ゴーさん来てますね。ゴーさんも収録終わっちゃったよ。いや、まあオフトークだよ。もうすぐ終わるよ。そう、もうすぐ終わるよ。なんか、ゴーさんが。そういえば、今週めっちゃびっくりしたニュースがあって。何でしょうか？ヤフーニュースパーって覗いてたら、はいはい。陸上の後輩が、2、3年ぐらい前に引退したんですよ。ええ。もともと日本代表までなった子で、うんうん。中部商業出身の子なんですけど、お、大阪ガスっていうところに所属して、400メートルの日本代表とかだった子がいて、うんうんうん、彼が、まあ、こっちにも来たことあるんですけど、ゲストで。うんうん、で引退したってニュースも見てたんで、じゃあ久々に名前が出てるんで、なんだと思ってパッて見たら、しかも全国ニュースで。おー、すごい。今、プロボクサーになってるらしいです。で、3戦目で初 KO で勝利って書かれて、ボクサーなんてんの頑張れーって思って、もう木村淳君を応援していきたいと思います。なるほど。そっか、あさってはあれか、沖縄大好きさんが収録か、ゆらゆらって来てます。大好きさんも楽しんでね。ね。もうすぐ終わっちゃうから。また来週も。ではまた来週。よろしくお願いします。